はい、破天荒×快楽主義、伊達政宗役米原浩介です。お願いします。ド S×唯我独尊、織田信長役小笠原健です。よろしくお願いします。クール&マイペース、サルトビサスケ役早乙女ジョージです。よろしくお願いします。カリスマヤンデレ、上杉謙信です。よろしくお願いいたします。スローイン水崎舞役を演じさせていただきます早野薫です。よろしくお願いします。はい、大人かける女たらし、武田信玄役、もう一回いきます大人かける女たらし、武田信玄役、横山さみです。よろしくお願いします。はい、俺様かけるツンデレ、真田幸村役、荒和春です。よろしくお願いします。はい、セクシーかける浮世離れ、今川義元役の竹石五郎です。よろしくお願いします。はい、野心家かける天の弱、徳川家康役の木原瑠衣です。よろしくお願いします。はい、ミステリアス意地悪、明智光秀役の明です。よろしくお願いします。はい、モテ男かける兄貴肌、豊臣秀吉役の滝川光大です。よろしくお願いします。はい、フェロモンかける頭脳明晰、石田三成役の天野直拓です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。小悪魔かける腹黒アイドル、森蘭丸役、星本ゆずきです。よろしくお願いします。はい、非常かける復讐期、剣入役、高橋俊一と申します。よろしくお願いします。やっぱりもう4回目ともなりますと、やはりキャストの絆だったり、今回、新しいキャストの方も増えまして、より一層パワーアップしたイケメン戦国ザステージを、皆さんにお見せできるんじゃないかなと思っておりますし、本当にですね、こうやって4回目まで来れたのもやっぱファンの皆さんの応援あってこそだなと、本当に心から思い次第でありますので、皆さんのご期待に添えるように一生懸命汗水垂らして、戦国ライフ生き抜いていこうと思いますので、よろしくお願いします。やっぱりもう勝手知ったるなんとやらでも、早乙女ジョージさんをはじめもう先輩方が盛り上げていただいてね。なんか結構来てなかった。うるさいわギリギリギリだってね。そんなにいらんやろいや本当に。でも新しいね、お二人とあと剣女様もいらっしゃいますし、皆さん三成も最初からいますか。あら、ナオピン、そうだっけ。最初からです。最初からだったっけ。今回からの新キャストじゃなかったっけ。4回目です。4回目っけ。4回目です。おかしいな。出るそうでしょ。4回目です。4回目です。覚えててください。いや本当和気あいあいとやってますけどね。ジョージさんどうですか。あ、もうなんか4回、まあ、雪村元就、信長、謙信、もう一人一人もう恋愛の仕方が違うんですよね。もうそうですね。もうみんな癖があって、恋愛の仕方によく成就するなと思いながら4回続いてるんですが、この今回も謙信編で、はい、まあ謙信様の独特なこのなんだろう、はい、恋愛の癖が癖がすごいと、まあ、まだ皆さん見てないでしょうけどあるじゃないですか。そうですね、はいはい、それを存分に出てるんでこの舞台で、はい、まあ、見てくださるお客様はそれを見てね、楽しんでもらえるような作品になってると思うんで、はい、期待してもらえたらなとは思います、ね。はい、前回の信長編もそうですけど、そのルートが分かれてから盾だったりとか、まあ、本当にお話も全て違うので、まあ結末も違っていろんな味を見て楽しんでいただけるかなと思ってますんで、そうですね、それこそ剣女様、はい、もう情熱幸福でいうともう盾でバリバリとアクロバットをかましていただいて、うん、やらせていただいてますね。どうですか幸福情熱。そうですね、個人的にはやっぱ幸福の方が体力的にはしんどいです。あやっぱそうなんですね。ただそうですね、心情的なものとかやっぱ全然違うし、うん、でやっぱりね、座長の辰丸くんと一緒に盾をやるシーンは本当に楽しいし、ぜひ見ていただきたいですね。ですね、よろしくお願いします。お願いします。蘭丸くんも結構ね、今回ね、そうですね、相方が変わったからでも全然なんかパパパパで何、パパでパパで何でも本当にやっぱりさっきもね、金野さんも言ってくれましたけども、情熱と幸福で蘭丸もだいぶ今回はガラッと変わってくるので、そこぜひ見どころポイントとして見ていただきたいなと思ってます。はい、はい、情熱、幸福今回信長編以上にあの2ルートの違いがはっきり分かれてるものだなと思いまして、情熱はもう本当に謙信様無双、無双というか謙信様と舞の思いですかね、うん、というか謙信様を救いたいという気持ちで演じておりまして、うん、幸福は
両方謙信様を救いたいんですけどどないやねん。そうなんですけど、あの幸福は本当になんかみんなと一緒に力を合わせて謙信様を救おうっていうところが、うん、まあ賢女様たちはちょっとあのね仲間外れされてますね。あの本当にカンパニー一丸となって、あの何ですか、大演壇というか幸福はそういう感じがしております。はい、だそうですありがとうございます。はい、ここまでですね、本当にキャスト全員一丸となって、この作品を作ってまいりましたので、ぜひとも、情熱幸福ともに、楽しんでいただければありがたく思っている次第でございますので、本日もゲネプロも一生懸命、やらせていただきますので、皆さんどうぞとも、よろしくお願いいたします。